皆さん、こんこにちは、大樹です、えー。今日もね、えー、エッセンシャルクラスというね、えー、我々のコーチングのエッセンスの部分を伝えるというクラスの、まあ、オンライン版をやってたんですけど、まあ、全国から非常に、まあ、いろんな職種のね、あのー 前線で、えー、いろんなチャレンジされてる方にね、集まってもらって、コーチングをお伝えしてたんですけどね、いや、本当にあに、のー、まさにコーチングの時代だと思います。それはね、ワンオンワンがどう残るのか、そういうのもあるけどねあの、それを超えてね、本当にコーチングが必要な時代だろうと思うんですよ。というのはね、あのー、まあ、ね、 しばらく前からブーカの時代だとかって言われてて、まあ、これも頭文字ですけどね、変動性、不確実性、複雑性、曖昧性。要はまあビジネスなんかでもね、まあ、プライベートもそうだよね、なんかこの後の先の未来が見えなくなった。変動する要素が大きいし、不確実なことも大きいしね、複雑で曖昧なこの世の中になって、だから目標を作りにくいとかね、目標に向かって計画をすごく立てにくくなってます。えー、でもコーチングってね、なんか目標とか計画とか、 あの立てるのを手伝うんじゃないのってそうなんですけどだから普通に目標を立てて計画立てててもやっぱり思い通りにいかないことがいっぱい今ありますだからねポイントはねどういうとこかっていうとこういうとこなんですよ一つはビジョンやっぱり短期的な目標を超えて本当に何を求めていくのかとかねでその中でもこのバリューですよね何が大切なのか何が本質なのかっていうことをやっぱりきっちりねコーチが探していくのを手伝えると、まあ、そこを基準に目標を修正したりとかねあのやっぱり何が本当に大切なのかが 分かってるとこういうねあの変動し不確実なっていうのがあってもあのきちっとねあの目指すところがあるんでそこに向かってまた変化をさせていけるってことになりますねだからこのバリューねしっかり導き出せるとかビジョンを描けるとかってすごい大切なことだと思いますであとはねやっぱりあのこういうね、えー、不確実な状況だからこそまずこのことをしっかり受け入れてでじゃあどうしたらいいかっていったら今度ね リソースをしっかり使える自分の中にあるリソース社会的なリソースっていうのを使いながらねじゃあどこを目指したらまずどこを目指すのがいいのかねで現状どうなってるのかっていうことをあのしっかり見てねで えー、実際にもうどんどん行動を起こしながらその結果から学んでいくもうやってみないと、ね、考えていても分からないって側面がありますから大切なことを抑えてで何が使えるのかということを幅広く、ね、抑えながらでどんどん行動を起こして仮説検証の中から、ね、で今何ができるのか何をやっていくとこの、ね、ビジョンとかバリューにつながるのかということをあのしっかりと、ねえー、考えていくことをサポートできるという、ね、コーチが大切なんだろうと思います。その時に、ね ストップこれはインナーゲームのティモシー・ガールウェイの、ね、提唱した、えーかんえー、考え方ですけれども、ステップバック、やっぱり現状から一歩離れて、で広く全体見て、ね、世の中見て、他のプレイヤーも見て、で様々なリソース見てで、本当のね、狙いであるビジョンとかバリューというのをしっかり押さえてで、現状を把握して、で、えー、シンクですよね、何をどうやってやってたらいいのか仮説を作って、でそれをオーガナイズ、まとめて、で、プロシード。 プロシドは何かと,と,とにかく行動してみる行動によって仮説を検証していくということですねでそれをやっぱりしっかりとこの高速で回していけるっていうコーチがねこれからやっぱり先の見えない時代で何かねこの形にしていくね形作っていく成長を支えていくっていう意味では重要なんじゃないかなというふうに思いますそしてもう1個ねここにオプションって書いてあるんですけどやっぱりオプション思考っていうのかな そのえー、こうでなきゃいけないじゃなくてこんなやり方もこんなやり方もこんなやり方も,こん,り方もこんなやり方もあるよっていう柔軟さ僕の大好きな、えー、カール・ロジャースはね、えー、十分に機能する人間なんていう言い方をするときがありますけれどもやっぱり過去のこうあるべきとかこうだったはずにとらわれることなく目の前の現実を見てそしてゴールを思い浮かべながら柔軟にね自分のやり方を変えていけるやっぱりそういうあり方をサポートしていけるようなコーチというのが本当にこれからね 先の見えないこの曖昧とした複雑なこの世界の中でやっぱりこのビジョンに向けてとかね価値観に基づいてその未来を着実に作っていくサポートをするんじゃないかなということでねまあ本当に特にね新型コロナなんかえ始まってからますますあのいろんなものが不透明になってきましたでそういう時代だからこそやっぱり個人もビジョンバリューを明確にしそして組織もそうですでそれに基づいてまあこれらの考えをベースにねで 仮説としての目標を立ててそこに向かって検証していくとでどんどん柔軟にやり方変えていくでも大切なものはぶらさないというようなやり方が、ね、サポートできるといいんじゃないかなというふうに思ってやっております、えー、よかったらね一緒にコーチングを学んで実践してで未来に向かって進みましょうということです参考までそれでは